ディープ&ディープジュエルズニコニコ生ライブ始まりました。よろしくお願いします。今日も司会はディープの佐伯代表とアシスタントは渋谷梨沙です。よろしくお願いします。今日のゲストは和術系出版カイツの代表大沢健二さんです。大沢健二です。よろしくお願いします。佐伯さん、どんな方なんですか？まあ、本当に軽量級のパイオニアですね。嬉しいですね。パイオニア、世界でも WEC に成績、あんまりいい成績残してない。いいな、まあ、でも WEC で、本当に軽量級をやっぱ仕事時代から引っ張って、うん、で海外に出て、はい、でドリームに来て、いきなり前の年に勝ったっていう。で、最後、ディープで、しっかり締めたっていう。そうですね、はい。負けて終わった。負けて終わったですね、まあ。まあまあ、まあ、それは本当にまあ光栄な話で、本当タイミング的にいろいろと当たって、当たってね。まあ、去年ですよね。まあ、もうちょいで1年ですね。ですよね。うん。まあ、本当に、うん、まあ、いろいろと来るんですね。はい、うん。パイオニアっていうのは、まあ、顔みたいなもんですね。最初の、うん、最初の方に、先駆け、そうそう。まあ、今はね、道場が初めて、募集、今、どこですか？あ、そこに、はい、ハーツの方募集してますので、どんどん開催してください。なんか、これの前にこのまま一人ちょっと来たんですけど、はい、見てる人の妹が来てる、うちに、はい、うわぁ、来てます。嬉しい。多いですね。多いです。もう格闘技も全然楽しくやってるんで。そう、俺も近くで散髪で行ったそこの人も。会員で。ああ、わかった。マジですか？わかります、わかります。あ、そうなんですか？そう。あそこ行ってるんですか？いや、今、これで一回で違うと言っちゃったんで。ああ、行ってくださいよ。いや、俺も長いとこやからダメなんで。ああいう早いのに。はい。そう。うん。お、すげえな。前日結構やってる。前日頑張ってる。前日も分かりますね。やっぱりね、こんな、もう普通に雑談みたいな感じなんですよ。そうですね。なんかあれ、流れあるんですか？いや、まあ適当だ。やっぱり総合格闘技、やる人しかやら、選手しかやらないから。そうだね。もう、なんかやっぱりね。ダイエットか、充実かだよね。そうですね。で、充実、キックボクシングとか、そういうのだと、回転早いんですよ。やめちゃったりとか。キックボクシングって、なんか僕のイメージですよ。フットサルとか、テニスとかと一緒で、そんなにハマってないんだけど、体を動かすためにやるのがマラソンとか、それと一緒の感じなんですよ。だから充実はね、趣味だから、みんなね、もう時間作ってくるし、大人だしね、みんな。そうなんですよ。で、その趣味の延長戦で、みんなで、ね、試合に出ようっていう感じになるから、本当はね、やっぱり、まあ、充実がすごく流行った時代もあったんだけど、でもまあ。ただ今、充実、多分まだ、もう僕も行くまで知らなかったんですけど、大会とか、すっごいですよ。あ、そうなんだ。この、おとといね、充実、あ、おとといじゃない。この前の日曜日、3日前ですね、充実の全日本マスターズっていうのがあって、参加者、出場者、750人。これ7000円取ってるんですよ。出場者ですよ。すごいね。750人ですよ。すごいね。だからそれだけで、もうエンライキングじゃないですか。で、体育館、でっかい体育館に6面なんですよ、試合場が。それ同時進行で回してるんですよ。だから、充実って、その一般的にその層は何ですか、ものすごいキックボクシングなのでこう出てこないですけど、やっぱものすごい根強く広がってて、もう着実に広がってってるんですよ。そういうことか。全然ね、こっちに出てこないんですよ。でもあれは一時期さ、プロデュースとか結構やってたじゃん。はい、そういうのは少なくなって、ね、それはやらなきゃ、多分あれ自体は、やってる人しか来ないじゃないですか。そうそうそう。やってる人で、本当に興味ある人が試合見に来る。一般に、本当に、やってない人には全く意味のわからないものだから、多分そこは、やる必要ないなと思ったん
だと思うんですよね。あ、そういうことか。だから昔、本当に10年前ぐらいとかって、そういうのもあったじゃん。はい、だからあれで火つけようとか、そういうのあったと思うんですけど、うん、もう、そんなことやらないのも広がるんだって感じですよ。まあ競技として本当にあの完全に、ね、完全に佐々木さんこれ根付いてます、うんうん、ですね、はい、でもまたやるなんでね、協会とかいろいろ分かれたりとかいろいろあるんですよ。まあそれはやっぱりなんかあるみたいですけど、僕もちょっと詳しくないんですけど、だからそういう話だと誰が儲けてるかっていうと頭の中に何人かしら残ってこないんで、実際だけど今中枢で協会以外、協会じゃないところで、そのなんかこう判定がおかしいですけど、そういう人が純粋の大会やってたりとかもやってるんですよ。だから協会連盟に登録しなくちゃいけないとか、そうじゃない大会とか出やすい大会とかもあって、それとかでも出ると結構な人数いるんですよ。だから僕がね出た、僕一月くらい前に出たんですけど、それも多分ね200人とかね、そんな出てるんですよ。それはやっぱ派閥とかもあるんですよ。気にしますか。これじゃあ勝手にさ、誰かやるとできないでしょ。だって人来ないじゃないですか。いや、だって。ただ僕が、重症大会やりますって、うん、こいつ金稼ぎに来てんだって。あ、そうなの？やっぱり、重症とかね、うん、その、全然ついてきてない。もう、ほんと申し訳ないですね。あの、柔術ってのは、柔道着を着て、寝技の大会なんですよ。だから、裸にならなくてもいいし、結構年の人とかも、いろんな階級とか、年齢分かれて、寝技の、ね、あの、なんか、大会に。それが、柔術すごいのが、もう年齢もすごい細かく分かれてて、もっとこれすごいんですよ。30歳以上がマスターズで、35歳以上がマスター2なんですよ。40歳以上。で、さらにその中で、あの、5段階で分かれてる。白、青、紫、茶色、それで大会できるんですよ。30歳以上、35歳以上、40歳以上、45歳以上で刻まれるんですよ。それで出場できるから、本当に出やすいし、それで、うちの会員さんとかでも、世界大会とかで、マスターズがいて、30歳以上、35歳以上、それも世界大会あるんですよ。だから一般の普通の人が、ちょっと、純粋に好きな人が、世界大会に行ったりできるんです。まあ今なんか、あの、ポイント制になって、世界大会、あの、マスターズは大丈夫なのかな。でも、なんか、ちょっと難しくなったんですけど、今でも、あの、一般の人が世界と戦えるんですよ。だから、逆に言うと、その、一般の人が、あの、普段仕事してるから、自腹でも行けるってね。そうそうそう。こういうことも、あの、趣味としての。趣味としての、ね、趣味としての意味合いものすごく強いんですよ。いや、あの、そんな話だったら、俺も充実やったの。マジですか。あの、15年、名古屋に、名古屋、あの、名古屋ブラジル。へぇー。3日に読むじゃん。3日に読むじゃん。名古屋ブラジル。今やった方がいいです。名古屋ブラジル。あの、通っても。だから、そのつながりで、あの、一番最初の大会に引き損とか、引き損。あー。そういうつながりなの。うん、そう。そうなんです。そういうの。これ、せっかくニコ生なのに、僕ら全然言葉拾ってないです。まあ、これから大丈夫ですか。ああ、でもそうだよね。でも参加するんだよね、実際にね。僕ね、ジムを今度またやろうかなと思ってるんですけど、充実をしていこうかなと思ってますよ。だから今一生懸命充実やってるんですよ。充実は面白いし、で、やっぱね、これはただに、例えばプロ充実ってやっちゃダメなの？いや、わかんないですね。ダメなの？だから、なんか、充実も、やっぱ、層があると思うんですよ。だから、本当にやるのが楽しい人と、充実やりながら、高いお金払っても、試合見たいっていう人もいると思うんですけど、だから、それが、プロ充実でやって、プロ選手の出場費が本当に安ければいいですけど。だから、昔のプロ充実って、マニアしかないけど、チケットも高かったね。ああ、だから、そんな感じですよ。まあ、そうは言っても、まあ、だってそれだってプロデュースでお金払ってるだって、これだって新宿フェイスとかでプロデュースとかやって、それで選手何社ぐらい行くんだよ、それでみんないくらぐらいでやってくれるのかってことですよね。全部僕ところで新宿フェイスだとちょっと一日中借りるかちょっとやっぱり、しかもあれですよね、充実なんていうのは強い選手全国に散らばってるから、東京、あの総合みたいに、なんか、あの、
東京だとか、うん、東京である程度試合組めちゃうとか、うん、そうじゃないですよ。そうね、全国に広がってる強い人たちが、そうするとプロジュースってやるのに東京の強い選手だけ集めたら、いやいやそれ東京で見れるわってなっちゃうじゃないですか。そういうことか。だからもうプロジュースやるんだったら全国の人たち呼ばなきゃいけない。それで参加費、あ、まあ、ホテル代でなんだろう、交通費だけで。いや、もうそれって極論から言ってもね、各階級賞金30万とか言って歌ってやるしかないね、みんな。全部残ってるしか。何みんな来いよみたいなね。そういうことでしょ。で、それで金を狙ってくるやつどうできるか。そういう感じので、普通にプロジュースみたいな、ああいうお客さんにお金払わせないでも、うんね、普通に興行でやったりとか、うん、そういう近くでやったりするんですよ。うん、そうすると、わざわざお客さんに金払わせてってやる必要ないですよ、ね。そうだね。だから、そうなってくると、お客さんも1000円とか2000円したからね。そうですね。もう、それは、そう、なんかね、まあ、まあ、そう言ってると、うちも見てるやつは DPX で何回かやってるやつを。結構難しいですよ、ね。難しかったですよ。あの、こっちから出てくださいって言うと、意外と出ないもん。あの、逆に、もうフリーでどうですかって言った方が、集まりやすいもん。ね、これで組もうとすると、意外とダメだった、ね。不思議なもんで。そうですね。そうそう、まあ、なったんですかね。いや、でも、坂本さんも、ブルティアの、今年あたり、もう一回やりたいなって言ってましたけど、実際。ブルティアの、ただの坂本さんって言ってた。そうそう。格闘技界で坂本さんってすごいですよね。そうですね。もう問題児とかいろいろありますね、実際には。まあ、部分的に、P の坂本は、もう、レベルが違いますね、実際に。でもやっぱ、あれですよね、なんかこう、その、プロモーター気質というか、坂本という、そうね、だから一回も結局あの X の時も名古屋ブラジリアンとかそっちを見た方がいいな、結構いろいろ面白いって書いてありますね。なんか今メタモリスどうのこうのって書いてありますね。たまにね、答えれないことも結構入ってくるので、うん、でもなんか僕あのニコ生とかのね、オフィスとかの、ね、何度か やってるじゃないですか、うん、言葉拾うと、結構なんかこう、いろいろ面白いですよ、うんうん、面白いですよ。大沢さんいいですね。そうだね、だから今なんか可愛いですねって。ありがとうございます。今絶対拾ってるでしょ。拾ってくれたんですよ。だからあれでもね、前に青木が出て、去年も桜部さんが出た、ね、というのもあるじゃないですか。でもああいうのも含めたら、ひょっとして今時代がそっちに長い、なんかやり方なのかなっていう気もするし。ああ、やっぱりそうそう。ただまあ、協賛だったりとか集めないと、なかなかさっき言ったように、チケットでは難しいと思うんで。なんかああいうことどうなんですか、そういうファイトメーカーとか、中立のメーカーとかで。また派閥があるんですよ。そうなんですよ。みんなで同意してもいいんですよ。ああ、そうですね。で、まあ、中立の方っていろんな方がいますね。どこにつくんだろう。それを充実でやるんじゃなくて、充実でやるためだから、もう本当メタモリスという人で、グラップリングね。グラップリングで、まあそれ MMA の選手と充実のトップ選手、うん、まあ、いや、でもお金払わないですよね、あんまね。いや、だから X とかも、坂本さんがすごいガリンとか出てきたじゃん。はい、強いのね。ハバエルとかでも、ね。で、結局そこで言うと、ね、ソーダ兄弟とか見たし、勝てねえやなと思って。日本人らしく厳しいですよね。そう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 。うん、まあ、そもそも面白かったですね。うん、まあ、そういうことで、まあ、充実っていうのも、なんか、ヒントなのかなと思いながら、まあ、これ、まあ、別に僕は、なんか、そういう X みたいな、グラッピングなんか、たまにそういうのやってみたいなって、すごく思ってますわ。でも、本当に、うん、充実の方たちと、うん、佐伯さんが、なんか、もっといろいろ仲良くして、うん、なんかやってったら、うん、もう全然わかんないですよ。うん、そね、あそこにはね、充実っていうところででっかい、うん、大きな、大きなお金が、もう完全に大きなお金が今あるんですよ。あ、そういうことね。で、そこを、まだどこの格闘技団体も、掘り起こしてないから、大さんがもうちょっと仲良くしてみると、あそこを少し掘り起こせると、少し、うん、だから本当に仲良くいろんな人たちとして。いや、もう、とにかく坂本さんの僕に返してもいいな、俺だけ入ると200歳そうなんか。でもなんかこうちゃんとわざわざね、佐伯さんが、うん、例えばね、佐伯さんがフラット呪術の試合見に行ってるって、呪術の会社の人たちが知ってるかどうかわかんないですけど、ただ結構知ってる人たちが結構いるじゃないですか。それでなんかあれってなるじゃないですか。で、あの人呪術の会社でも顔出すよってなったら、呪術の僕の会社の職なんですけど、呪術だけやってる人たちって
ちょっとしたアレルギーがあるんですよ、MMA の人たち。若干感じるんですよ。だけど、こっちがちゃんと、誠意を持って接すると、MMA の人たちやってくれるんだみたいな感じになってくれるから、なんかもう本当に誠意を持って接したよね。なんかもっとその芸術が注目してくれるような、なんかプロデュースかね、うまくできるかね、そうですね、と思うね。まあ、そう思います、ね。まあ、充実の話をここまで、まあ、このようにして、時間もですけどね、あれ、ルール、でもやっぱり、グラップリングだから夢の戦いができるってあるよね。まあ、そうですね。ねえ、そこは。だから、この間もジュエルズで、まあ、グラップリングタッグマッチやったんですけど、うん、それはそれで結構受けて、まあ、そういうのの賞金マッチとかもいいかなって思ったりとか、別に、ジュエルズとかでも本当、グラップリングの試合とか、どうしてもなかなか、少ないんで、そういうのとか、いろいろやってきたいなと思ってるんですよね。月賞はいくらですか？男性1万800円で、女性7560円です。ぜひね。ぜひください。女子多いです。難しいですね。ヨガやったらどうぞ。ヨガやったらあ、じゃあ一回来てください。見に来てください。じゃあ、この話戻していいですか？はい、どうぞ。申し訳ないですね。はい、じゃあ、ディーク71インパクトの見どころ。この、青になる。はい、分かってます。はい、これ、今回、まあ本当結構、うちがすごい3人出るんで、もう本当、ハニートラとハーツ祭りみたいな感じですよね、なんかね。だから、やっぱり、普通にあれですよね。長谷川選手とか、まだ無敗だし。そうですね。僕はね、まあ、そこら辺も面白いんですけど、ライト級で、結構いろいろライト級組んでるじゃないですか。ライト級、これ面白いですよね。動き出るから。そうそうそう。それで、まあ、うちの、江藤もそうなんですけど、これ、岡野選手なんて、結構、上の階級で、実績の分落ちてるから。で、まあ、うちのやつは全然何も残してないんですけど、ここも、まあ、この前、江藤がルイス選手をしくじったんで、本当にこれでまた岡野選手なんて強い選手、真似させてもらえて、すごい。本当に、なんていうのか、ライト級が今回、ルイスも大原君も。岩瀬さんと宮崎さん、これはめっちゃ面白いですよね。そうですね。これがあって、岡野選手とあって、ルイスがあって、大原君があって、あと大山選手。ああ、それもそうです。大山選手も、ちゃんと強いですよ。強いらしいね。見たことないし。大山選手、インファイト、もっとどこでしたっけ？すごくいい選手ですね。アグレッシブで。あと、これもね、落ちと石橋君。そうですね、そうですね。これも面白いですよ。落ち君がちょっとね、年末で吉野君も負けたんで、そこで、まあ、合戦というか。まあでも、ポイントはでも、なんていうか、そのライト級で、まあ、意外に今、北岡君がいて、で、まあ、年末に吉田さんがああいう形になって、まあ、岩瀬選手、宮崎君、まあ今、岩瀬に、ね、選手ですけど、宮崎選手もそう言っても、強い中で、まあ、あと岸本、仲間大輔を含めて、で、なんか、その辺のラインがもう、くちゃくちゃになってるね。誰を抜き出すかっていう。ちょっと、本当に、北岡君がずっと抜けてて、で、そこら辺、ここら辺が団子状態で。そうなんですよ。だから、はっきりとみんながしてくれないと。だから、僕のこの目線としては、誰が北岡君に挑戦するんだって意識より、この団子状態で誰が強いのみたいな。そうそうですね。見てなくて、だからまあ、実際はちょっとまあ、自分的には今すぐ宮崎勝った人間と、まあ、この間年末にも番長に勝ったんで、下田選手や、まあ次の上かな。そこ下が今全部一緒なんで、その次が、まあそういう意味では、まあ、ハーツ江藤君に関しては、本当に大きな試合よね。これ、僕ね、これ僕がファンだとしたら、ここら辺の他の江藤以外は大体もうみんななんか順取りでやって、勝ったり負けたり繰り返してる。で、多分、僕がファンだとしたら、うちの江藤が駆け抜けてほしいところなんですよ。それでポンポンって勝って、おお、タイトル、こいつ、強いじゃん、みたいな。それは、僕は、身内目線じゃなくて、こいつ抜けないと、これが抜けたらディープちょっと面白いなと思う。そうね。だから、
一番厄介なのが、いつもその途中で邪魔するのがこれなんで、意外と。ああ、意外とね、実際に。あの、それはこの間伊藤君もそうだし、大山君との試合もそうだった、実際。だからそういう意味では、まあ、この辺、もうまあ、本当に団子ですよね。だからそういう意味では、岡野君がどのぐらいできるのかも含めて素晴らしい。ライト級は面白いと思いますね。ライト級面白いですよね。でちゃんとも選手も本当にストライカーにどんどん倒していくタイプらしいんで、まあ、本当にね。40です。ファンタジーです。結構 KO です。KO が40試合、5試合、連続で1ラウンド KO。ここだ、こうですよ。はい、選手が KO。これどう？実際、岩瀬選手、まあ、まあ、この岩瀬、まあ、同じ階級、まず話して岡野選手と江藤選手の話だけど、どんな試合なの？これですか？うん。試合内容ですか？うん。いや、まあ、どうですかね。でももう、完全に、岡野選手、打撃、ジャブとか結構上手いじゃないですか。だから、それを、うちの江藤がくぐって、うん、組んで、倒せるか倒せないか、テイクダウンできるかできないかだと思う。まあ、これ以上はあんまりあれですけど。まあ、任せないです。でもまあ、うん、でもせっかくなんでね、あれですけど、でももう、やっぱりすごい強いんですけど、うん、僕はこう、本当に上に駆け抜けてほしい選手なんで。本当の感じで強いじゃないですか。はい。強いんですけど、意外と戦績見るとそんなに良くないんでね、感じの時になんかできてないっていうか、ただ、ちょっと前の、Facebook から見たら、とんでもない体なんですよ。あれ逆に大丈夫だなと思うんですかね、なんか。でもなんか、僕はあの、Twitter で、うん、あの、梅兄と、あの、なんですか、梅兄をフォローしてるんで、梅兄よく、岡野選手の写真上げてくるんですよ。しかも、パッキパキで、でも、それで、あとなんか、ブログも梅兄が貼り付けたりしてくるんですよ。それが減量の仕方みたいなので、すげえ良かったから、で、うち、今回出る3人みんな計量下手くそだから、下手くそだから、俺貼り付けて、貼り付けて俺送ったんですよ。お前ちゃんと、あの、レトロに、ちゃんとお前これこんなに相手やってるぞみたいな、ちゃんと緊張してるよ。ただ僕ちょっと、選手に聞きたいんですけど、あの体っていいの？わかんないです。どっちかだよね、これ本当に。いや、まあ、全然わかんない。動いてみないとわかんないですもん。見て、ね、あれで動ける人もいるじゃないですか。だけど、まあ、でも今までの人結構失敗してる人多いですよ。そう。だから、それがすごく、あそこまでなって、どうなのか。で、実際試合始まってみたらまたわかんないよね、実際。そこが。まあ、でも、なんですかね、今の、なんか、落とせるなら落とせられるところまで落とそうみたいな空気が今、僕はちょっとそれがね、終わりつつあるんじゃないのかなと思ってですよ。今までは、この2年ぐらい、2、3年ぐらい前ぐらい前は、落とせるなら落とせよみたいなところがあったと思うんですよ。全然わかんないでしょ。体重の話。全然、気になるでしょ、これ。体重の話。それで、落とせるなら落とせられるところまで落とそうみたいなところから、今若干、そこで失敗が多いじゃないですか。で、計量失敗で。で、ギリギリで落とせることがいいのみたいなところにちょっとなってきて、で、これ、ここら辺で、その、岡野選手とかが、これで失敗したりしたら、ちょっとその流れもちょっと変わるんじゃないかなと僕思うんですよね。なんか、あの体のウェルターでも体がでかくて、その持ってる地の力で、強かった気が、あそこまでなっちゃうと今度、どうなのかなっていう。それはもう本当に分からない。もう、あれ、それはもう見ないと分かんないですよ。体見たりとか、いや、それは良くないよとか言っても、もしかしたらものすごい落とし方うまいかもしれないし、それはもう全然分かんないですよ。やらないと。なんか今まで見てみて、回転下げてきて、圧倒的にパワーがすごかったですけど、もうあんまり見ないですよね。僕はね、結構、自分で、バンタムでやってる時に、僕がバンタムでやってる時に、僕結構上から落としてきた人やること多いんで、
俺はあんま体重、結局体重落としてきたら落としてきたら同じ体重のパワーしか感じないですよ。うんうんうん、そうだよね。なんかだけどみんなが落としてきてるのってパワーのことより骨格、うん、あの 背がでかい、うんうんうん、ずんぐりむっくりじゃなくて、うんうん、同じ階級の人よりは手足が長い感じになりたいんですよ。ああ、そういうことね、うん。背がでかいとか、うん。だからパワーを求めてるっていうよりは手足が長くなりたい。うん、背のでかい選手でいたい。相手を落とすのって相手が最初から落とすの？いや、あのね、でもその背が僕がこれがあの僕が今70キロぐらいで身長167センチと8センチぐらいなんですけど、で65キロとかだと65キロぐらいの体重で戦うと僕背小さい方になるんですよ。まあちょっと小さいもんだけど 61.2 ぐらいだったらまあ普通とか普通よりちょっとでかかった。これで 56.7 キロとかもう強気で戦うと背大きい方になる。みんなできれば手足が長くて大きい方がやりづらいから、あの自分より背の小さい人たちと戦いたいというか、だからみんな落としてみる、ギリギリまで落としてみる。だけど、それで最近はみんな失敗するから、本当にあの体重落とすの失敗して、でももうそれはもう、うちも一回やってるんでね、なんとも言えないんですけど、でも全体的なあれじゃないですか。だからね、これ、あれ、あれですよ、これ佐伯さんとかももうなんか大きく、いろいろなところでそういうなんかこう、あの体重落としすぎのちょっとネガティブキャンペーンみたいな。それいいの？みたいな。いや、だから本当に、例えば今回、初代でも、まあまあ、もともとメガネの体が、そうだけど、ミドル級まで落としてっていうもんで、この2試合は、本当に減量っていうのがね、一発目でどんな感じになるのか、非常に楽しみだよね、実際。剣がどのぐらい、できるのかっていうのと。だから僕思うのはね、一回落とせるなら試すのは僕ありだと思うんですよ。試して、ダメだったらあげればいいし、生きるなら、やっぱりより世界に近づくとか、そういうことで考えるんであれば、やっぱ下げられるんだったら下げた方がチャンスは大きいかもしれないよね。だから、前に中西義行が、龍太とやっている、一発目初めて見る、もし失敗して、20分やるとか、あったりしてね。はいはい、だから、一発目とかって怖いよね。難しいですよね。まあそういう意味では、まあでも今回あの対戦カードもう一回、まあ、見たいけど、まあ江藤選手とか内定もあるんですけど、まあハーツから高野選手、はい、とまあ、まあ、同じか上坂選手、まあ、上坂選手は、まあ、今回オープニングファイトっていうことになったのが、まあこれだけでもちょっとペナルティっていうことで、こいつはね、本当にあの強いですよ。やっぱり打撃がね、あ、それはね、でもね、まあ、どうしてももう、あの、上坂選手って、うちのスタッフにずっと、あの、手伝ってる子なんで、はい、まあ、なんとか、練習はしてたんですけど、まあ、どこのぐらいまで上野選手とまだやってなかったのがあったんで、どのぐらいこいつ強いのかなと思った時に、まあ、前回の岡田戦がその前に、今度は高橋選手の、まあ、軽量マンの試合見た時に、強くなってんだなと思ったね。こいつだからちゃんと体重落としてたら、うん、俺あの正直言ってたんじゃないかなと思って、いや、まあ、あの実際あれ体重オーバーのペナルティーなかったら多分完全に勝ってた試合に近かったと思うんだけど、そういう意味では、まあ、あのしっかりとこの何年間でやっぱ強くなってんだなと思いましたね。実際あのやっぱ練習とかしてて、うん、プロ練習とかで最近とかも打ち入りとかでとくるじゃないですか、うんうん、結構いい勝負するんですよ、うん、ただなんか本人が本当にのあのあんまやる気が感じられないというか本当に上目指す気あるのみたいな、気合が入れば、うん、気合が入ったら強くなれる、うん、まあでも本人の性格自体がすごいこう是が非でも上に行くっていうような感じじゃないんで、ね、今回大丈夫大丈夫。あ、もうね、今日リミット行ってんですよ。うんうんうん。もうね、もう僕ね、水抜き、うち今回水抜き禁止なんです
もう普通はキックボクシングって水抜きって言って計量の当日もう6時に60キロにつけなさいっていうことがあるとすると、結構多くの選手が当日の朝2キロオーバーぐらいで迎えたりして、当日2キロはサウナとかで水で汗だけ落とし、かいて落とすみたいな。それの方が楽だからみんなそういうふうにやるんですけど、なんで今回禁止なんですか？こいつ失敗したの。結局失敗したから。で、一応の選手みんな、ちゃんと最初の時間までに体重作れなくて、それでもう今回全員水抜きダメって、信用がないから、もう本当にね、情けない話ですよね。大丈夫だよね、大沢さん、俺の家なんだ、すごいことなんだ、こっちですよね、そうなんだ、一人で混んでる、まあちょっと対戦表に関してはインターネットでチェックしてもらうと、ね、まあそういった意味では、まあ、あと高野選手もまあすごくいいものを持ってて、まあ逆に2戦目がちょっと相手になっちゃったので、まあこの間の試合は本当に素晴らしかったと思うし、3戦目は、そういう意味では、ちょっと期待したいですね。レスリング結構強いんで、でもこれが本当に戦力で勝ったと感じするし、まあ相手も多分、本当は強いと思うんですよ、実際。多分、またこの負けた選手も違う大会出るんですけど、結構強いと思うんで、まあ、ね、バントで高野選手も頑張ってくれると、また面白いなと思いますよね。頑張ってくれると思いますね。まあ、あと、まあ、高野選手、逆に、何が一番強い？注目ですか、注目は、どうですか、やっぱ試合は、一試合だけってことですか、これこのライト級の辺のが全部がこう、どうなるのかなっていうのが今回の注目だから、一つの試合だけどうだって言ったら、もう、うちのこの岡野へってことですよ、ね。これはもう本当に、これ、多分ファン目線では僕はあれなのかなと思うんですけど。僕がこうやってライト級のメンツを見たときに、大体見たことあるから、それで本当に上に行って、なんかこう、タイトル、北岡君がどうなのとか、そういうような匂いを感じさせるんだとしたら、うちのやつじゃないですか、新しい血じゃないですか。そうじゃないと、なんかこう、北岡君とやったときに、なんかみんな、突き抜けがないよね、なんかまあ、言い方だけど、ちょっとやっぱり、なんていうの、良かったり、ダメだったり続いてるんで、だから大原君なんかもすごくいい選手なんですけど、やっぱり、まあ、この2試合勝ったんですけど、ちょっと前にやっぱり、逃げ切れなかったりとか、大原君なんかもう、まだ、24、はい、そうですよね。24、何戦もう20、20ぐらいだったんですよ。まあ、あとはもう、まあ、さっき言った越選手と石橋君もそうだし、まあ、ここも普通、タイトルマッチじゃないですね。あ、タイトルマッチじゃない。長谷川選手ね。そうですね。まあ、なんで、どうしても大晦日が、あったので、まあ、これだっていうのはなかなかないんですけど、まあ、今後を含めて、今日のつもりで言いますので、はい。でも、まあ、本当、面白いですよね。リープ、本当、いいと思います、ね。僕の持論で言うと、これだっていうのがない大会でも結構面白いです。今回は多分内容がいいと思いますね、僕は。もう、これはね、もともと、なんていうの、同じチームっていうか、ケータ選手と。ケータは、僕は、ちょっと一個、ちょっと抜け、片井選手、まあ、映像を見たんですけど、結構得意じゃないかな、ちょっとわからないですよ、それ。ただ、すごい体が強い感じの選手ですよね、片平選手。ケイタは、としてはちょっと得意かなとは思う。だから、ここね、片平君、やっぱりすごい力強いし、まあ、9月の、試合のカズ選手、平岡選手とかも、まあ、パワーで勝ったっていう感じで。
まあ、ここはまたミスなのが、3ラウンドなんで、そういう意味では、まあ、逆に3ラウンドまでいくか分かんないですけど、その辺の経験値で、やっぱ、慶太郎君は全然上なのかなっていう。あの、まあ、うん、僕は慶太、すごく、慶太郎は期待してるんで、うん、すごく、これはもう本当、片平選手にはもう申し訳ないんですけど、うん、これはもう身内的な意見としてですね、うんうん、あの、本当見てる人、あの片平選手の身内の人には本当申し訳ないですけど、うんうん、突き抜けてほしいんで、慶太君は、うんうん。だから、まあ、簡単に言ってほしいなって思います。そうですね。まあ、ちょっと年末もね、ちょっと外人が出れなくなって、慶太選手がちょっと出場しなくなったんですけど、まあ、まあ、ちょっと、現役の王者のユータには、ちゃんとした発揮はしてるんですけど、まあ、これでユータ選手と慶太郎が決まっちゃうみたいな感じの面白いですね。それは結構面白いですよね、実際。うん、まあ、でもこれ、片平選手、勝ったとしたら、ちょっと、話が逆にタイトルマッチどうするのって話じゃないですね。いや、でも、こんなこと言うと、慶太郎君も、これ、まあ、もちろん今まで SRC 優勝したりとかしてるんですけど、すごく本当にトップじゃん、間違いなく。それをなんか、なんていうの、思ったよりも忘れてるっていうか、そうですね、なんか、本当に多分、青木とかも含めても、みんな、なんていうの、北郷も含めても、本当に同じ、まあ、またこれ変なこと言わせて困るけど、本当にトップレベルじゃん。それ、ケンタが結構、ポカやるじゃないですか。そう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 。なんか、勝ってる時に、記念に、練習続くと、気抜いて、なんか、こいつは負けられないだろ、負けないだろって人とかに、パーンって負けて、倒れて負けたり、減量失敗したり。そう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 。だから、それは、まあ、やっぱり、その、本当のトップになりきれない、性格の甘さあるんでしょうね、って思うんですよね。ねえ、まあでも、本当に実力あるし、この間の岡野選手の試合も大変にね、すごいですよ。ね、試合見た時に、うん、まあ、慶太郎君的には、調整時代、まあ、そんなつもりじゃないと思うんですけど、まあ、調整ではないと思うんですけどね。まあ、でも、片平も本当に大チャンスです。いきなり攻めに出てきて、そんなことが本当ですよ、ね。いいのはいいなと思うし。そんなに東京で試合してないんですよね。東京で1回試合してないんですよ。ですよね。はい。めちゃくちゃあれですよ。ディープ&ディープジュエルズニコニコ生ライブ見てくださってる方ありがとうございます。グランドエステートプレゼンツディープ71インパクトが今週の土曜日28日に後楽園ホールで開催されます。オープンが17時半、スタートが18時です。オープニングファイトは17時40分から始まります。チケット発売中ですので、ディープのホームページまたはたくさんのところで売ってるのでぜひゲットしてください。そうだね、超フランク、そうなんですよね、そうね、ですね、そう、その後フランクコモチャが次のピーチに出なくなったあんです、ね、うん、フランクコモチャね、実はとうち今度も取ってて、あ、そうなんですか、実はと、大晦日もあーそうなんですか、なかなかタイミングが合わなくて、そう、この間裁判で試合したんですよ、コモチャが、すごかったですよ、フランクが、入ったらしいんですよ、へ、うん、まあでも、グラムサイバーあたりも、USC とか、UX すごい人気なんで、僕らが想像しているより、海外行くと、USC とか UX すごい、逆に日本の方が、なんか知名度が USC がないっていうか、うん、もうスターだもんね、本当に。そうですね。あと、片平なんですよね、大体土曜サスペンスの印象あるかな。ニコ生では放送しないのかなって言ってます。そうね、ニコ生は今回はね、ですね、今回は。はい。まあ、いろんな県の問題があるんで。そうですよね。はい。で、その、片桐真美さんもね、前回、金沢で、スタジオやった時、最初にクレームの電話がかかって。何ですか？片桐真美さんにチケットを、リサイタルかなんかで買ったらしいんですよね、間違えて。えへへへへ。僕に勝つ方が投げ銭来るんじゃねえかって。これどうすればいいんだって感じです。それはもう買ったところで一回話してくださいよっていう。ややこしい名前だなって感じです。あれ、リングネームなんですよね。リングネームです。はい。リングネームです。なんでなんですかね。福本さんは、その辺は、とにかく同じ名前
誰かが知らない名前でもインパクトが名前だけどもあった方がやっぱり少しでも覚えてもらえるかっていうことを言ってました実際。これ視聴者数ですか。そうです、ね、頑張らないとダメですね。いやまあまあリピートもあるんで、まあね、うん、まあでもこれでやることによってだんだんね認知されて、そうだからこれがだんだんで毎週やってるときに 2,3 ヶ月したらもうこれで3倍4倍になってくるんで、はい、もうあれですね、もう本当今回読んだこれを見た人たちをツイッターとかでちょっとね言ってもらえたらいいですよね、面白かったとかね。でもまあ毎週この時間なんで覚えてもらえないね。そうですね、ね、いろいろみんな、そうですね。スターダムのやつね、うん、ちょっと見ましたよね。すごいですね、やっぱ女子。うん、ね、まあね、またその発言するといろいろあるんで。あ、まあ、なんか怖いですよね。難しいからね、はい、やるまた簡単に俺がなんか言うとさ、またそれもう時代が変わってるの。本当にこれ、総合もやっぱ時代が変わってきて、なんだっけ、あんまりこう触っちゃいけないやつ触んない方がいいですね。ああ、ロール FC 日本大会でデュークの協力は、いや、まあ、なんか本格に乗ってましたね。え、正式決定なんですか。金原選手の強さはどこにあると思いますか。これちょっと言っていいですか、金原選手。うん、もうあれ、やばいっすよ、金ちゃんは。うん、多分、寝技も打撃も多分、バンタムだったら多分、一番じゃない、二つとも一番じゃないか。まあ全具体的にあれも本当すごいですよ。金ちゃんもでもさ、大変だったな。優勝決まりますね。そうそう。もう、どんだけ話をして、やっぱり金ちゃんじゃやっぱり出たいっていうのがあったから、すごいやっぱりいろんなことがあって、まあ、ね、そのために僕も外人呼んだりとかいろいろずっとやったし、で、最後、本人も諦めかけて、ね、もうタイトル行きます。で、さ、金との試合が早かったから、本人的にもうあれで全て終わった感じになったんで、僕もその時も悪いったんだけど、意外とそれ、こういう時こそ分かんないよって話してたら、やっぱり。いや、本当ですよね。佐伯さんのアラバラインプレーですよね。あの、成績のやつ。まあ、まあ、ちゃんと認めとけよ。まあまあ、そう、まあ、だからそういう意味でも、いろんなのが不思議なもんだなと思うんですよね、タイミングとかと思うし。まあでも、まあ、逆に本当に金ちゃんがこれで嬉しいかって本当に嬉しいかったし、いやー、そうですよ。で、まあ、僕もね、あと練習で、うん、僕とかもう本当にやられるし、うん、バンタム級とかだって水垣とか来てもやられるし、うん、まあ、みんな本当にやられるんですよ、うん、で、あれで金ちゃんが、アレックス・カセレス、うん、アレックス・カセレスなんて僕は見てて、こいつそんなに強くねえだろうと思ってるわけですよ、うん、で、うん、これでもし金ちゃんがアレックス・カセレスに、うん、アレックス・カセレスに負けるようなことがあったら、UFC ってテレビ画面じゃ分かんない強さがあるんだなと思う。だけど、まあ、金ちゃんがああやって勝って、まあ、アップしたじゃないですか。なんかすごいのありましたよ。金原博道ですか。あ、まあ、そっちの方はちょっと、また、引退しまし、ね、ギャグですよ。はい、はい。まあ、でも、ディープ出てましたよね。あ、もちろん、もちろん。はい、そっちの、はい、のことも。これは、間違いで書いちゃいました。本当に。お前ですか。書けたの、違うことです。実際ね。これ今、佐々木さん、総合格闘技に未来ありますかって言ってます。大きいこと言ってやりましょうよ。あることあるんですよ。はい、タイミングだと思います。大沢選手も多分道場やってるのに、はい、やったの方はかなり多いじゃん。はい、もう、競技人口とか道場で触れ合ってる人の数はもう半端じゃないかと思う。僕ね、それすごい思うのが、うん、あとはテレビやらなくて火ついてたらね、もう今、うん、もうあれなんですよ、もうね、あと誰かが火つけたらブワッと燃えると思うんですよね。そうだから燃える前の段階でもうすごい、もうなんか石油みたいなのが巻かれてて、そうそうそう、だからよく僕質問で言うんですけど、じゃあ15年前にどんだけの競技人口いたかって話して、道場だってまだ全然なかったしね、実際には。個人的にぶっちぎりバンタム級最強日本人はバンタム。え？バンタム級。最強日本人ですか？うん、個人、これでぶっちぎりで、で、金原選手って言ってるんですよ。うん、はい、いやもう、まあ、これは本当に格闘技って絶対にわからないのは、うん、練習でいくが強くても、うん、やっぱ試合でどうなるかわからないですよ。そうね、だから、それだけでも分からないですよ。相性もあるし、だから練習では、練習で感じる強さではもう、金ちゃんもぶっちぎりですよね。
ぶっちぎり。怖いですよ、もうやりたくないですよ。ね、そうですね。まあでもね、僕これ結局ね、僕総合競技で言えば、テレビとかそういう見えるところでやれば、やっぱどうぞ。いや、やっぱり結局毎度の K-1 があったりとして、やっぱりあの時代って本当に。K-1 とプライドも分かってないよ、もちろん。でも一緒に普段に TBS でやったり、日テレでやったり、富士でやったりとか、煽り番組があったりとか、全部があってた。で、みんなが、テレビ番組、ゲストに出たりとか、そういう時代だったし、やっぱり今そう考えたらほぼいないじゃん。秋山さんを、あと何人いるのかっていうの中で、やっぱり、まとめにテレビが出身っていうか、それがやっぱり昔みたいに、まあ、ゴールデンだったりとか、いろんな、今のボクシングやってるのに変わればまたいろんなことが状況がもう、まあ、テレビやるのはちょっと難しいかもしれないですけど、でもだもう僕世間的人はみんなね、人間とか動物はもうみんな強いものを見るのは絶対好きだから、そうですね、誰が強いのっていうのは絶対知りたいはずだから、見るチャンスがあれば、まあ、火がつくよなと思ってて、だからあれだよね、なんていうのかな、結局、格闘技だから壮絶な試合を見て、うわーっと思うのも一つあるしね、みんなやっぱり、そこはどうしても人間で持ってる本質っていうか、みんな、いやーって言いながら、ね、帰るの飯の時、あれすごかったねっていうのがやっぱり本質だと思うんで、そこは、やっぱり、こういうの持ってるんだよね、みんなが。ただ、そんなのが、だから本当ディープとか、僕ディープ、僕ね、すごいいいなと思うんですよ、ディープ。僕、最後の方出させてもらったりとか。なんか佐伯さんとか、結局、あんまよそと喧嘩してる人とか結構使うじゃないですか。ね。で、だからまあ、そういうので、結構今レベル高いから、なんか本当に、一般の人が見るチャンスをどうにか作れれば、僕は、その一般の人が見たことない。そうです、私も全然見たことなくて、やっぱ大会に行かないと見れない。全然でしょ、で見たら面白いから、どうにかして見るチャンス与えれば、問題ないんじゃないかなと思うんですよ。会場の煽り声って、なんですか、同じなんですか、同じなんですか、同じなんですか。だからもう、僕はもう本当ね、自分でジムやってて思うのが、ドリーム終わりかけの時って、はっきり言って、もうどん底だったじゃないですか。もう本当どん底で、だけど、ジムには人は来るわけですよ。改ざんとか、入会者多いんですよ。だから結局、やりたいっていう、見たことはないとか、そういうのはあるけど、強くなりたいって気持ちはみんな持ってるし、で、なんか、簡単に見に、見るチャンスがあれば見たいんですよ。だから、なんか、どうにかして、こう、本当に誰でも見れるように、そうですね。すればいいんじゃないですか。まあ、あとね、俺も忘れたけど、そういや、去年大晦日に埼玉にやったなって思い出しました。今思えば、俺も考えたらそうですよ。まあ、それも本当に大変なことだったけど、いや、今思えばやってたな。いや、あれね、男に感じましたよ。いや、大変ファングラス。ファングラスじゃないわ。どう言ってるんですか。ごめんなさい、ファングラス。まあ、だから、大晦日もね、まあ、ちゃんとやれればまたね、面白いと思うし、まあ、まさか自分があの大きな会場で大晦日やってもらわなかったから、すごいですよ。そういう意味ではちょっと、また勉強だったし、長い目でやっぱりつなげていく何か考えていかないと、やっぱり一瞬だけだったらしょうがないと思うんですよ。ディープの、なんか結構、ここで見てる人たちは、好意的な人たち多いんじゃないですか。そうですね。こんな風に、こう、佐伯さんの本音も出たりするなんて、この水曜10時からでしか、この見れないですもんね、これ。うまいっすね。これでもね、チャンスですよ、これ。毎週1回、プロモーターがね、これで話して、
日本格闘技界を語る、うん、これものすごいチャンスなんです。いやだからもうどっかのタイミングでファン代表とあの記者と選手呼んで朝まで通るみたいな。ああいいじゃないですか、面白いじゃないですか。あれ俺7時間ぐらいで大丈夫かな。いやもう参加しますよ。でもうしょうがないです、人とかで言ってもしょうがないから。いいですよ、ね、その場合やっぱりやりたいなっていうのが。いやなんかこうやって、うん、なんかこうやって毎回毎回やることって僕、うんうん、どっかやったらいいなと思ったんですよね。そうです、本当にあれですよ、僕正直言って、まあ、ネットってやっぱりなかなかこうやっていろんな方もいるんですけど、本当にそれも含めてね、なんか質問答えれば1個に対してはちゃんと質問返せると思うんで、そういう機会もちゃんと出れば。なんか大沢テンション高いなので、うん、ありがとうございます。質問コーナーに行ってもいいですか。あ、いいですか、うん、今日は私が勉強中なので、はい、質問コーナーで教えてもらおうかい。ちなみに彼女は現役グラビアアイドル。あいつじゃん、はい、でプラスアルファポスターのデザインをしてる。例えばこの間のジュエズとかジュエズのパフォーマンス。いやね、あれもそうです。あいつじゃん、はい、すごい。それグラビアの写真とかそういうのあるんですか。あんまりね、見すぎないです。例えば今回もティアレスもね、こういうちょっと漫画チックに、あ、ほんとだ、これも彼女がすごい、才能あふれるんですね。そうです、はい、そう、そうです。こういうのもやってて、はい、どうです。今日は総合格闘技とは何かっていう。そう、もうね、分かりやすくね、はい、分かりやすく言うと素手で道具を持たずに実際は喧嘩とかやった方が、喧嘩とかだから、誰が一番強いかって喧嘩の方があれなんだけど、スポーツの中で一番こう、誰が強いかが分かりやすいというか、喧嘩に一番近いスポーツというか、そうそう、だからスポーツ、誰が強いのっていうのを、まあ、誰が強いかを分かるスポーツ。うん、多分それ説明が難しくて、多分 K1 とこの総合とか分かってないっていうことだと思います。まあじゃあね、うん、寝てる相手を殴ってもいいから、結構やわんなスポーツ。寝てもう寝転がってる人をこうやって殴ってもいいし、肘でガンガンってすごい強いし、首絞めてもいいし、目を追ってもいい。腕を折ってもいいってこと。腕折ってもいいってこと。でも、本当は良くないけど。でも、競技的には許されるっていう。腕折ってもいいし、殴ってもいいのが許されるのは、ここだけ。だから、ルールの中で一番制限が少ないのが最高。あ、すごい上手いですね。ボクシングはパンチだけ。キックボクシングはパンチだけ。で柔道は寝技と投げだけ。で、総合格闘技はすごい全部何もやってる。だからまあ、人間的には、人間的に目つぶしやるとか、そういうのはもう見えないようになっちゃうから、そういうのがね、うん。どうですか、うん、なんか、肘あり、肘なしとかやるじゃないですか。はい、試合が始まる前に。はい、あれは何でなんですか。肘を打っていいか打っていないか。だからアメリカで一番大きい団体が UFC ってあって、そこのルールは肘がありで、だけどあんまり今まで日本でそういう肘ありってのはあんま少なくて、でも最近はなんかその UFC のようにどすべきあとはまあ肘がこうすぐにカットされちゃう、血が出ちゃうっていうのも、まあ、ちょっと昔嫌だっていうか流れもあって、ね、実際に総合競技って言っててもルールがいろいろなところで若干違ったりする。そうそう。まあね、そう言われると面白い。でも、実際そうは言っても近くなってくるよ。結局、まあ、そうですよね。知らないうちに、それは、なんていうかな、学生さんのチケットを安くして、まあ、それも考えたいのかね、なんかね。うん。ただ、うん。まあ、話は飛んでくれです。学生の証明書と違うものとかあるの、全然知らない人の学生限定のやつとか。ああ、うちでも学生安いですよ、うん、まあ、それだって会社とか、ね、そうそう、チケットで学生で5枚って言って4枚で買わなきゃいけない。
あ、そういうことですね。その辺がね、うん、まあ、そうね、そういうのが何でもあると思う。プロ選手、はい、あ、その総合格闘技、さっき最初の一番最初の話ですね、はい、それはね、やっぱり激しいから、普通総合格闘技っていうのを練習するのに、もうそれもちろんみんなキックボクシング打撃だけとか寝技だけっていう練習の仕方をして、で、いっぺんに総合格闘技だけを練習するっていう、あんまりやってなくて、危ないから。だから、部分部分で練習していく中で、あ、じゃあもう、僕が組み合わせだけやってようとか、やりだけやってようとか、好きなもの分かる。はい。入門したりするんですよ。ナイスじゃん。入門してもらえるパン君、パン君、その酒場ありますって、これ昔の話ですよ。もう酒場あるの、うちだけですよ。そうですね。大沢さんに質問が。はい。はい、大沢代表は引退してからいかがですか？いかがですか？はい、変わったことは。最初、引退したばっかの時はね、どうしていいか分かんない。ずっと練習してた。だけど、まあ最近は、やりたいこともできてきたので、だからまあ今、充実して楽しいですよ。まあとにかくあれだよね、早く USC ファイター出したりね。作りたいっすね。それもちょうど今考えちゃう感じ。それはなんか、ひしひし感じですし、もうその中でも、とにかく絵とも何とかしたいから、その感じも。わかるわかるわかる。わかる。まあ才能もあるし、本当にタイミングでね、いろんなことだし、まだ本当に、ね、ね、総合格闘技やってからの年数って言ったら、まあ、どうなもんですよね。まあ、そうっすよね。もうちょい、ちょっと僕が思ってるより伸びてないんですよね。まあ、上坂にしろ。うん、それで本当に現実に、ね、なるために、そのために頑張らなきゃいけないですね。そうですね。かわいい奥様と娘さんがいますが。喧嘩などはしませんか？喧嘩ぐらいですか？そんなしかないですけどね、僕が、言うこと聞く感じなんで。よく育てで。あ、そうですね。はい。かわいいです。かわいいです。女の子かわいいです。で、一緒にやるんですか？やらない、やらない。やりません。すごい、めちゃくちゃ強くなりました。いやいやいや、男の子だったらね、いいんですけどね。本当に強いですからね。強いし、心が違うよ。やっぱりすごい、本当にちゃんとやることやるし。いやでも、ある意味すごいよね。あと覚悟が全然違いますもんね。結局毎年大阪、ずっとこの何年間、結局大きな戦持ってきたもんな。そうですね。すごいですよ。ディープ&ディープジュエルズニコニコ生ライブ見てくださってる方ありがとうございます。グランドエステートプレゼンツディープ71インパクト、今週の土曜日ですね、28日後楽園ホールで開催されます。オープンが17時半、スタートが18時です。オープニングハイトは17時40分からスタートです。チケットただいま発売中ですので、ぜひぜひお買い求めください。楽しみですね。残り時間分からない。残り時間があと1分ちょっとですね。いやもうこれ本当ディープの今度の本当にね、面白い。ぜひ見に来てほしいです。まあ本当にね、後楽園で一回見てもらうとね、そうですね、みんなハマると思うし。まあ、やっぱり後楽園っていうのは本当特別ですよね。本当本当また超満員、まあ、今回超満員じゃないですよ。満員の後楽園すごいもんね。そうですね。でもやってる方もテンション上がるし、見てる人たちも、僕はもちろん行きますから。セコンドもう当たり前じゃないですか。あれ、セコンドってそこら辺見てんの？え？見てんの？あんまり僕見ないですね。見ないんだ。やっぱ選手の方、そうだね。やっぱあんまり僕がね、よそでこっち知ってるとよくないなって、見たいですけど。はい、ではあと
大丈夫です。いや、あの、まあ、今週末お願いします。はい、時間があります。お待ちしております。毎週水曜日、毎週水曜日10時から。はい、ありがとうございました。